コセマロは、アスカ時代後期から、奈良時代前期にかけての苦行。聖徳、コセ大会の孫で、教式大部、コセ師誕の子。官位は、十三味、中納言。児童天皇七年時下講師に除せられる。大法元年の大法令志向に伴う、異界制度の制定を通じて、十四位下に除せられ、慶運二年民部教に任じられる。元明朝に入ると、 和道元年3月に、左大弁に任じられ、同年7月には二品、穂積新郎や、左大臣、石上マロらと共に天皇に召されて、百両に率先して幹事に勤めていることを称され、マロは、正四位下に召助された。和道二年道の区、越後両国の江戸政党のため、マロが、道の口鎮騰将軍に、再起死が、進む越後江戸将軍に任ぜられる。その後、 和道四年生四二条、和道六年十三位、霊気元年17言と、元明朝で順調に昇進を果たした。元礁町の霊気二年で和国において、官民や人民が少なく、敵とも未だ十分に従っていない一方で、土地が肥沃で電野が広大であることから、金国の人民をではに重させて、凶暴な敵とを教え悟すとともに、土地の利益を確保すべき旨を軽減する。 これに基づき朝廷では、道の九国の大玉、ま、最上の二軍と、品の、上野、越前、越後の四国の百姓それぞれ百戸を、出和国に移した。霊気三年1月18日公居。最終官位は中納言十三位。六国氏による、ありがとうございます。